ゆから23日本代表は3月22日、国際親善試合で u 23マリ代表と対戦。パリゴリン最終予選前、国内での最後の活動である2連戦の初戦は、開始2分に平川優のゴールで先制も、その後に3失点し、13で惨敗と残念な結果に終わった。 日本のやりたいサッカーができていたのは、開始15分くらいまでだった。前線の2枚、藤尾翔太と上中朝日が前から激しくプレスをかけることで相手のビルドアップでのミスを誘い、連れた縦パスをダブルボランチの山本リヒトと川崎聡太がカットして速攻につなげる。前からのプレッシングで全体の押し上げを図る。 大岩号監督が思考するサッカーがチームに浸透し、パリ五輪に向けて光が見えたかのように思えた。しかし、徐々に大岩ジャパンのスタイルに慣れてきたマリーは、プレスを冷静にかわし始めた。日本人内まで押し込んでしまえばこっちのもの、と言わんばかりに迫力のある攻撃で何度もゴールに迫ってきた。中盤を支配していた10番、ママズ・サンギャレを筆頭に、 マリの選手は高い技術と簡単には奪われないボディバランスを持ち合わせており、チームとしても組織力、連動性、距離感の良さなど、日本との力の差をこれでもかと見せつけられた。それは選手たち自身も痛感させられたようで、試合後に FW 細谷正宏が、このところのレベルが違う。といえば、GK 野沢大使ブランドンは、 個々の差はあったかなとは思います。個人で剥がす力もそうですし、キープする力もやっぱり相手の方が上だった、と唇を噛んだ。すでにパリゴ輪ン出場を決めているアフリカ勢のマリに、なすすべなく敗北した優から23日本代表。重要なのは、この一敗から何を学ぶか。 大舞台への出場権がかかる最終予選を兼ねた U23 アジアカップまで1ヶ月を切っている。次戦25日に行われる強化試合、U23 ウクライナ代表戦では納得のいく結果と内容を見せてほしい。